まだ出てるやん前に。どう思いますかこれ。どう思いますか。いやいいと思う、すごい。大丈夫、これ前ここの人やさぐれこなんちゃう。なわけないでしょ。1万何キロしか走ってんの。2020年、いや絶対かっこいいと思いますよ。ちょっとのまたがってみてください。あのね、一回またがらしてもらってるんでね、これ一応確認済みです。スピーデス乗ってる俺とどっちがやってるかな。そっちです。いやめっちゃなんか大人っぽくてマジでかっこいいと思うんですけどね。ホイールもあの金やし、乗せられてる。いやでもほんまにいいと思いますよ。そうそう、すごい大人っぽくてむっちゃかっこいいと思うんですよね。まあ50の生かしたわ俺には。ちょっと待って、その感じ取っとく。全然かっこよくない。作業着みたいなやつも履いてるし。いやでもほら、テンションめっちゃかっこいいと思いますよ。ほら、かっこいいと思うよ。うん、かっこいいと思うよ。ルースしてるってだってかっこいいもん。すいません、いいです、もう今から商談ですわ。これ例えば、納期って大体2週間後ぐらいにはお出しますわ。逆にちょっと遅らせたり。あ、じゃあもうお任せします。構わないですか。はい。証明人はうち常に置いてはいるんです、はい、もうあと一押しぐらいで落ちますよ。値段的にはもうこれ目いっぱいです。はい、もう目いっぱいです。いやもう値段じゃなくて、もういいですよの一言で多分落ちますよ。まあもうほんまにでも言われる通り、多分もうこの金額でこの具合っていうのは、ね、ないですよね。なかなか出ないですよね、はい、マクドナルドでめちゃめちゃ熱く僕語りましたから。いや店長これマジでほんまにいいと思いますよ。うまいな。うん、あとはもうハンコや、ハンコハンコや。支払いはどうしの謝辞ですか、それとも今何とか入れておくから。正直言ったら1万円、2万円とか入れてもらえたら、あとは納車の時で結構です、はい、あるでしょ1万円は。大人やねんから。その間にあの XTZ のお別れ林道ツーリング撮りましょう。そういうのいいですね。林道ツーリングしてからちょっとこれのことになるので、多分あの谷底とかに落とすんでしょ。お別れでしょ。店長が5時に帰らなあかんっていう縛りあるのに高速乗られへんからね。よし、もう買うわね。買うぞあれ。おめでとうございます。ちょっと書いてもらうのがあるかもありますので。わかりました。なぜか下の方に、はい、すいません、これ俺の車になる、バイクになる。みたいですね。おめでとうございます。9月に。店主、今のお気持ちをどうぞ。バイクをさ、こうやってディーラーで買うの初めてやね。こんなあっさりするもんか。こんなあっさり。そういうことです。こんなもんか、はい、こんなもんです。ヤフーがポチポチするだけやからさ。ヤフーかな。ポチポチしてたら決まるからな。それとはちょっと違うな。卒業ですね、大人やから。普段飲まないブラックコーヒーなんです。じ
ゃあ皆さん、続きは次の、あの納車動画で。いや、続きは納車動画の前に XTZ、さよなら XTZ ラストリング。あ、ありますね、それは。じゃあその動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。